リーグワン第6節、このスタジアムで今日はどんな試合が見られるのか楽しみです。この時間はクレルモン対モナコ、こちらをご覧いただきます。コンディションですが曇り時々雨という条件の中、今日はナイトゲームが行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずファーストハーフ見ていきましょう。リーグワン第6節、クレルモン対モナコ。まずはこのゲームの入り方ですよね、はい、立ち上がりをしっかりと組み立てていかないと展開できなかったりミスが出たりとかしますから ね自分たちのペースに持っていくための入り方を意識することが大事ですよね。まずは立ち上がりです。クレルモンが結構横に広くピッチを使ってますけどもね、うん、先ほどから前線の選手が外に開いてるんですよね。なるほど、サイドから攻めようという意図なんですね。そうですね、あとはタッチラインまで開くことで中にいるディフェンダーを外までつってこられるんですよね、うん、そうすることで中央にバイタルができやすくなるメリットもありますからね、はい、長いボールを送ります。クレルモン、北澤さん、先日の試合では監督の采配が非常に評判良かったですね。シュート、決まった、先制モナコ。南野、もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。いや、気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね、今のは。南野、今シーズン2ゴール目です。モナコ1対0先制しています。1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、はい、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。なるほど、ドリブルで仕掛けると、どうしたんでしょう。大きく縦へ、プレッシャー、南野、ボールの奪い合い激しいものがあります。ここでファウルがありました。そろそろ前半30分を迎えようというところ。モナ、ここでファウルをもらいます。注意に終わりました。南野からベン・エデル、裏へのスルーパス、イディーヌ・ハーウィー、ボナロ、クレルモン、なかなか前にボールが運べません。南野、抜ければチャンス、縦へのボール、
サイドのスペースへ走らせる。スクイクロス、シュート、決めた。ここで笛、前半が終わりました。前半から得点が動いています。モナコ先制してそのままリードで折り返しました。まだ1点差ではありますけど、しっかり守れてましたから、内容としては良かったですよね。あとは相手が来たところでボールを奪ってもう1点という確実なサッカーをしていくのも方法としてはありですよね。リーグワン第6節、クレルモン対モナコ。モナコが1点を先制して折り返します。さあ後半スタート、モナコ 1-0 リードです。モナコ先日の試合では惜しくも敗れてしまいました。イディーヌ・ハーウィもう一つ前に行きたい。柔らかいボール、フォファナ、スルーパスを出す。さあシュートレンジだ。アップオフサイドですか。モナコはこのセカンドハーフの序盤を1点差でリードする展開になっています。この後はどうご覧になりますか。そうですね、早い段階から決めに行けたら最高ですよね。後半 1-0 の状況ってかなりシビアですから、やられたら同点、決めたら安心という大事な場面ですからね。左サイド上がっていく、抜けてくる、おっとルーズボール、取らないですね。オフサイドになります。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。モナコとしては後半に入ってからまだシュートがないんですよね。残りの時間も計算しているとは思うんですけども、思い切ってもう1点取りに行くっていう選択肢もありますよね。裏を狙っていきます。おいい形じゃないですか。これは相手選手に当たりコーナーキックになります。このゲーム最初のコーナーキックになります。モナコクリアです。ボナロン、長いボール縦へ、クレルモン立て続けに選手を入れ替えてきます。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。大きく縦へ、モナコはここでベンチが動きます。ボールを上げる。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどね。縦へのボール、この柔らかいパス、もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね。モナコとしてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、あとはタイムエンドのホイッスルを待つだけですね。クレルモン、これはスローイン。これ仕掛けるか。サイドを使います。
ここで終了を告げる長い笛。1対0モナコ勝ち点3をものにしました。結局前半のゴールが決勝点。さあ北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。モナコとしては点差だけで言うと全く余裕はなかったんですけども、ゴールした後から落ち着きが見られるようになりましたよね。そのまま後半を乗り切ったという感じでしょうね。そうですね、ありがとうございます。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。今日の解説は北澤剛さんでした。本日はありがとうございました。いえ、どうもありがとうございました。リーグワン第6節、モナコ見事勝ち点3を得ています。